はい皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます、えー、タイトルを見ていただいたらねわ、えー、かるかと思いますけれども私はですね随分前に「村方の々かちゃん」というね、えー、このですね、まあ、楽曲歌声解説ですかねというのを何回もさせていただいて、えー、その当時発売された CD アルバムもね購入させていただいたりなんかするまあ こっそり村方ののちゃんファンではあるんですけれどもあれからもうね気が付いたらもう1年以上経ってるかもしれないですね。で、えー、チャンネル登録をしてるのでですねちょ、えー、こちょここう動画が上がってきてはいたんですけれどもいつもなんとなくこうあ声上がってるんだなでスルーしておりましたがふとこの間寝る前にパッと出てきた今回のね村方のの花ちゃん略してじゃないあだ名はののちゃんかの 鬼のパンツという、ねえー、この楽曲のミュージックビデオがアップされておりましてこれちょっと久々に見たいなという気持ちが湧いてまいりまして今日はですね、えー、その映像公式で上がっているねキングレコードさんの公式動画を見ながら今からですねボイストレーナー的ののかちゃんの歌声解説というのをやらせていただこうと思うんですけどもうねこれ今 <laughs>。 YouTube の画面でまだ再生してない0分00秒なんですけどもうののかちゃんがこうレコーディングの感じでねこうマイクが立っていてそこにこうねポップガードっていうね黒いまん丸の皆さん見たことありますかねレコーディングによく出てくるやつがこうぐるっとあのマイクの前に来ていてでその前でちっちゃくグーをして歌ってる村上ののちゃんの写真が最初え出てるんですけどそれがもうここのとこに。 鬼のパンツですからね鬼の頭の上なんかこうもじゃもじゃと黄色い髪があってここになんかピョロンと出てますそして着てる服は赤の T シャツそしてお腹というかも,うもっと上ですね胸の辺りから下これが鬼柄の鬼のパンツでもうもはや野々花ちゃんが。 鬼みたいになってしまってますけれどもでこの映像から始まる2分20秒私はね見たことがございません初見ではありますけれども一体最近のののかちゃんの歌声はどんな感じになってるかというのを今から見させていただきたいと思いますそれでは行ってみましょう再生ポンアニナパンツやってみ <laughs> もうめっちゃ癒されるわすごいめっちゃ笑ってジャンプしててつてつてツ でつって,つってて「鬼のパンツはいいパンツ」「すごいぞ強い」「<laughs> ちょっと大人なってる」「風てで,できている強いぞうわっ強強いぞ強いぞ感出しる」って5年入っても破れない強いぞ強いぞ <laughs> 年入っても破れない <laughs> 違ういぞ、違ういぞ、すごいね。はこはこなんか手で履いてる「鬼のパンツ」「はこはこ鬼のパンツ」「あなたも私もあなたもあなたもみんなであこ」うわすっごいいい笑顔で「パンツ」これ上私さっきの映像で見たらなんか動いてる。パンツかと思ったらここは、 ブラ,みたいなブラっていうところある強いぞー強いぞー虎の毛皮でできている」「できているの」の発音素晴らしいすごい強いぞーすごい5年吐いても破れない強いぞ <laughs> 強いぞー10年吐いても恐ろしい子ですねこの子は強いぞ強いぞーうわ あこ、あこ。あこ、鬼のパンツ、あなたも、私も、あなたも、あなたも。みんなで、あこ、鬼のパンツ。うわ。あこ、あこ、鬼のパンツ。<laughs> 声出てるな。すごい。あなたも、私も、あなたも、あなたも。みんなで、あこ、鬼のパンツ。 うわ下が出ちゃった下が出ちゃってる声「デ,ン,デン」ののかちゃんピーンと手を伸ばして「恐ろしい子でございますののかちゃん」いやすごいわあのー。 何がすごいってね今ののこちゃんも4歳になったのかな何歳なんでしょうかえー、ぐるっと下がっていってののちゃん3歳子供を歌っちゃっちゃ2020年違う史上2021年に史上最年少2歳11ヶ月2 0 2 3歳1じゃ4歳かな2021年12月現在3月3歳2021年22年 4歳かないやすごいあのー、<laughs> まずですね私が今聞いてて一番すごいなと思ったのは「強いぞー強いぞー」っていうねあのフレーズがありますけど。 これどういうふうに、まあ、お母さんであったりねお父さんであったりそれからキングレコードの人が言っているのか分かんないんですけど私が今聞いた感想をそのまま言うと強いいいいいいのの言い方歌い方歌バリエーションがっっぱいあったと思いますなんか「強いぞ」って普通にフレーズを歌う「強い強いぞ」もあれば。 強いぞと、ちょっとこう強い感情を出してみる。それ、その強い感情を出すやつも。今見て強いぞで、世にアクセントの強いぞと、また違って。強いぞと、常にちょっとアクセントがついてみたりとか。まあ、どこまで意識してやってるかわかんないですけども、強いぞの。表現力に私は。ちょっと驚いてしまいました。これ。まあね、正直大人が鬼のパンツを一生懸命ね。えー、歌うという経験。 機会もそんんななにないとは思うんですけどでももし私が今聴きながらね自分で歌うとなったらって考えた時に「強いぞ」がねたくさん出てくるのでここは普通に歌うときと退屈になっちゃうだろうなって思って見てたんですけど「強いぞ」すごい表現力と言っていいと思いますよ。一個一個違う「強いぞ」やってねなのかな。 まあそれれ言われたところででできるかとと難しいと思うんですけどでまずその強いぞの表現力たくさん出てくるフレーズだからこそ素晴らしいなと思って聞いてたんですけどそこからねもう一個いくとねこれもすごいなちょっと細かい話ですけどね、えー、1分30秒まで戻りました「つ,つやいつやいぞーと」とほら「ぞ」にアクソントアクソントだっ、ね、てアクセントがあるパターンもあるでしょ「つやいぞ」にある。 アクセント回る,時もあるで私がすごいなと思ったね2つ目なんですけどこの「強いぞー強いぞー」って言ってるところからまああえてこの歌の「サビ」というふうに言ったとするならば「発酵発酵鬼のパンツー」だと思うんですよね。こっからがサビじゃないかなというふうに思うんです、まあ。きっちり分けるとすれば私の解釈ですけど。でねこの こう発光に行った時にこれも私のね勝手な見解ではありますけど強いぞ強いぞーってこの強いぞのところで強い感を表現して発光発光鬼のパンツというのはちょっと場面が曲の中でも変わってるんですよね鬼のパンツは強いんだぞということを説明しているセクションというか説明している B メロというのかなところから 発光発光鬼のパンツというのはその聞き手側に今度気持ちをぶつけてきているとか訴えてきているとかだからそんないいパンツだからみんなで履きましょうよって言ってちょっとこうね何て言うんだろう歌の中で歌い手側が表現したい部分が違うんですよね鬼のパンツのことを歌っている時とそれをみんなに促して 一緒に履きましょううよって言ってて言る時は声の方向が違うわけですよ細かいことを鬼のパンツの歌を聞きながらですね、えー、説明してますけど皆さんね届いているといいんですけどもわかりますかね鬼のパンツ強いぞって言ってる時と履こう履こうって言ってる時は声の出方出方というかこう声の出す方向というか、えー、届けたい人が変わってくるわけですよね <laughs> 真面目に解説してますけどわかりますかね、えー、鬼のパンツの説明の歌い方だったやつを 皆さんにいいいた方がいいですよってこう訴えかけるその時にだいぶ長くなりましたけども「はっこうはっこに行った時に場面がパンと変わってくれると曲のメリハリができると思うんですけどこれもねどこまでののかちゃんが意識して歌ってるか分かりませんが「強いぞ」から発「はっこうはっこに行った時のパンとみんなに促す感じの声の抜け方に変わるののかちゃんに私はびっくりしました。 俺もねさっきの「強い人のバリエーションいっぱいやってくださいって言われたところで、えー、大人でもそんないっぱいバリエーションできるかって言ったら難しいというのと一緒でじゃあ箱を箱からちょっとたくさんの人を促すようにパーンと、えー、みんなに向かって歌っていただくような形でお願いしますとのろがちゃんにお願いしたところでですよ何を意識して変えてるのかまあそもそもそんなこと意識しないで歌ってるのかもしれないですけど。 いやすごいですね結果的にはそこで見事にパーンと場面が変わってねなんかこう「鬼のパンツはこうかな」って思う気持ちになりますもんね私も。<laughs> ないけど。であと3つ目ねもう1個だけ言わせていただくとやっぱりねこれ今ちょうど1分34秒で止まってますけどもう楽しそうなんですよ乃々佳ちゃんが歌ってる時の表情動きが。 もうこれこそね周りの大人がこうね何もできないというかのろ丘ちゃんが一番いい状態というか一番いいテンションで楽しいな嬉しいなの時に歌ってもらうと声のやっぱ出方が良くなってくると思うんですけどそれをねどういう風にしてるかわかんないですけども今映像を見る限りは見事にいい状態でいい笑顔で「いいなパーンツ」まで楽しく歌って踊ってる感覚が。 たたまたまその日がそうだったのかなんかそういうふうに持っていくために何かゲームがあったりお菓子があったりするのかわからないですけどいやこれはねまあののかちゃんがみんなに「うわすごいすごい」って、ね、こう言われてねたくさんみんなが歌聞くのも分かりますよこれをねやっぱりできる4歳ってなかなかいないと思います。もし私が今今日言ったら全部ねその あのすごいぞのバリエーションだったり箱こうでパンとこう意識を切り替えてそして常に笑顔で楽しそうに「どうぞ」って言われてできないですよなかなか。いやー久しぶりに野の々花ちゃんの歌声パフォーマンスをね映像で見させていただきましたけど改めてすごいことをねどこまで意識してるか分かりませんけれどもちゃんとやっている野の々花ちゃんの歌い回しすごいなと思うと同時に所々に出てくる動きに メロンメロンというかかわいいなって思ってしまうえこれは大きなやっぱりアーティストというかねタレントさんとしても魅力ですよねやっぱりね。 はい皆さんにどこまで私が思っていることが伝わって一体この歌レポ自体がですね、えー、たくさんの方に見ていただけるものになるのかどうか全く分かりませんけれども単純に私が見たいなと思った動画結構久しぶりだったのでねののかちゃんの歌っている「鬼のパンツ」という童謡と言っていいんですかね楽曲の ミュージックビデオキングレコードさんからの公式動画を見させていただきまして私が勝手にいろんなことを思うままに解説をさせていただきまして皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。